はーいみなさん川崎の昔話今日は第11話「天狗の将棋」昔々菅村の端っこに染め物職人が住んでいたと酒もタバコも飲まず真面目いっぱい 一方だったので村の人の世話でいい嫁さんがやってきたやがて子供ができたところがもっと働くと思っていた職人はえらい道楽を始めてしまった職人の道楽というのは将棋だった 職人はガキの頃から将棋が強く村には相手になる者がいなかった。そこでな、職人は遠くは川崎の宿場で足を伸ばして手合わせを申し込んでいたが、 川崎までやってきてただの将棋ではつまらんわいひとつ掛け将棋をやってひともうけしてやんべと思うようになった職人は東海道の道端に円台を張って旅人に 竹将棋をふっかけていた。職人はいつも勝って儲けたが、その銭でうまいものを食ったり、酒を飲んでしまい、うちのことはほっぽろかすようになってしまった。だから、菅村のおっかと子供は、 かゆをすすり、水を飲んで暮らしていた。だけどな、職人は掛け将棋をやめようとはしなかった。それどころか、ほら、日本一の将棋差しになって、うーんと銭を儲けるんだ。 と思い立ち相模の国にそびえる大山のアフリ神社へ眼をかけに出かけたアフリ神社は大山のてっぺんにある神社だった職人はまともな参道を エっコラエっコラ感情するように歩いたんじゃ面倒だというので道もない山ん中を草をかき分け炙り神社の目がけてまっすぐ登っていったそのうちに日も暮れて 西も東もわからなくなり同じところを行ったり来たりしていた職人はすっかり道迷って一歩も動けなくなった仕方ねえ。今夜はここに寝て明日の朝に 出かけるべ。と大きな木の根元に転がった。えらく時がたった。とにかく真夜中のことだった。こら、貴様。何者じゃここは貴様の来るところじゃね。と とと消え失せろ。まごまごしているとヤツ先にするぞ。まるで雷が天から落っこちてきたような声で職人の頭に降りかかってきた。職人は三尺ほども飛び上がった。 目の玉をむき出して見るとそこには天狗がすごい目つきをして突っ立っていた真っ白い髪の毛白い着物赤い花、長い鼻左手にはやつ 八つでの葉っぱのような扇を握っていた。職人は縮み上がって。へっへっへ、私は菅村の染め物職人で平八というもんでごわす。日本一の将棋指しに何べと思って。 ふりさ様にお願いに参ったのです。どうか命だけはお助けください。くわばらくわばらともみ手をした。天狗はかんらかんらと笑い。なんじゃ、日本一の将棋差しその貴様がか,か。 よーし、これは面白い。わしも将棋は大好きじゃ。どうじゃ、このわしと手合わせをせんか。だがな、わしはただの将棋は嫌いだぞ。かけと行こう。 平八は胸をなでおろした。天狗の鼻をへし折って、東海道の縁台の横に飾ってやっから、と腹の中でつぶやいた。天狗はどこからか立派な将棋盤と駒を持ってきた。 よいかわしが負けたら貴様が欲しがるものは何でも取らせよう。だがじゃあ貴様が負けたらその着物を一枚ずつ剥ぎ取っていくぞ。よいかなさっそくかけ将棋が始まった。 大手、シャトリ大手、大手じゃ。天狗の声が大山に響いていた。どうじゃ、参ったか。何回、何回刺しても平八は負け続けた。 そのたんびに着物ははがれ,はがれてとうとうふんどし一丁になってしまった。コウさんだ、勘弁してくれろ。平八は地べたへ頭をこすりつけた。天狗はますます鼻を高くして。どうじゃ か、貴様はこれにこりて二度と掛け将棋はしてはならんぞ。とっとと菅村へ帰りおっかとガキの面倒を見ろ。と言うと消えてしまった。すると平八の前に。 あった将棋盤は木の切り株に将棋の駒は木の葉っぱに変わっていた。えいはふんどひつでガタガタブルブルブルンと震えていた。 冷たい大山の風が平八の体に染みこんできた。ふときの上を見ると枝からは剥ぎ取られた着物がぶら下がっていた。平八は着物をもぎ取ると大山から転がるように逃げて帰った。 杉村に帰った平八はおっかと子供の前に手をついて謝り賭け将棋は二度とやらないことを誓ったそれからな平八夫婦の暮らしは幸せになったということじゃ。 でめでたしめでたしおしまい